武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それではですね、愛媛大学の英語の勉強について話していきたいと思います。まずは、法文社会共生工学部の英語ですね。こちらが時間120分で大問が4題、出題されております。で、大問4題のうち3題が、読解で、1題が英作文という形になっていますが、ただその読解とは言っても大問1なんかはもう和訳しか出ないみたいな、問題構成になっており、和訳日本語説明、が中心の、出題となっています。で、大問4の、英作文に関しては、和文英訳ですね。なので、まあそこまで難易度が高い和文英訳ではありませんので、英作文の参考書を一冊やっておけば十分です。で、文章の難易度に関しては、これはかなり基本的な問題にはなっておりますので、まあ、センター突破できてさえいれば、あとは日本語で説明する和訳と、あと日本語説明練習と英作文さえやっておけば十分対応できるかなと。で、それぞれ参考書で対応してもいいんですが、まあ参考書での、まあ、分野別の対策プラスできれば、国公立標準問題集、キャンパスなどを追加でやっておくと、かなり楽になるかと思います。で、分野ごとに、対策するもの、としてはですね、和訳に関しては英文和訳演習の、まあ、基礎、で十分かとは思います。で、英作文に関しては、英作文ハイパートレーニングの和文英訳編、まあ、日本語説明問題は先ほど言ってた、キャンパスで、十分対応ができるかとは思います。一個一個の説明の文章自体はそこまで長いものではないので、まあ、練習さえしてれば十分対応はできるかとは思います。ただ和訳とまた説明問題は若干その、求められていることが変わってたりはしますので、それぞれの対策ができるように心がけてください。はい、それでは、続いてですね、教育学部の英語について話していきたいと思います。こちらが時間が100分で大問が3題出題されており、読解が2題と英作文が1題で、ここの英作文は、自由英作文、になっており、また、求められた、お題に対して、まあ、賛否、の意見を、書いて、まあ、それで自分について、まあ、自分の意見について述べるという形になっております。で、書かなきゃいけないワード数は、まあ、120から150字程度、が要求されるという形になっています。で、読解問題に関しては2題とも、内容説明問題、になっており、まあこちらに関しては、国公立標準問題集キャンパス、やっておけば十分対応できるでしょう。ただ日本語そのものの説明がもう苦手だという場合には、現代文読解力の開発講座などを、事前にやっておいた上で、キャンパスをやっておくといいかと思います。さすがにちょっとここの問題は練習しておかないとちょっと辛いかなとは思いますので、まあ、問題集で、しっかり練習しておきましょう。で、自由英作文、に関してはテーマ自体は割と、まあ、書く内容は、まあ、考えればおそらく回答自体は思いつけるかと思うんですが、それを英語にできるかどうかって言われると、やはり自由英作文の練習しておかないとちょっと辛いかなというのと、過去問をやって実際に何度か書く練習をしてみる。で、そもそも日本語でもある程度書けるかどうかを試してみないと、テーマとしてそこまでなんていうか簡単じゃないというか、考えないと書けないものではありますので、回答が思いつくかどうかと、それを英語にできるか、その2点をしっかり考えてやってみるようにしてみてください。それでは続いて医学部医学科の英語について話していきたいと思います。こちらが時間120分で大問が2題出題されており、どちらも長文読解という形になっています。で、出されている問題はマークで、まあ、選択式の問題、なども、あるんですが、中心は日本語に訳す問題、そして内容説明問題が中心で、文章はかなり、2題とも長くですね。で、難易度も他の学部と比べるとかなり高く、またその医学部の、知識ないとちょっと解きづらい、まあ、医療系の知識がないときついものがありますので、まあ、医師学系の英単語など、やっておいて、まあ、医療系のテーマとおよびその単語を、知識として入れておく必要があります。で、内容説明の、文字数がかなり、多いので、まあ英語、長文問題精選、などの、要約練習などができる参考書で、日本語の説明をする練習をしておいた方がいいでしょう。他の、学部の英語と比べてもちょっと内容説明が長い上に難易度は高いので、まあ、そこまでやっておく必要があるかなと。で、通常の、まあ、参考書の、レベルとしては、総計レベルまで、やっておく必要があるかと思います。まあ、時間ない場合はマーチレベルまでやった上で、医師薬系の英単語、プラス、まあ、できればポレポレと英語長文問題精選で、やるという形でもいいですが、まあ、できればまあ、しっかり総計レベルまでやった上で、医療系のやつと、まあ、内容説明練習の英語長文問題精選をやっておいた方がいいでしょう。とりあえずここに関しては長い文章になれることと医療系の、テーマになれる、ここは、必要です。で、和訳問題に関しては、
まあ一個一個も割と長めなものも出ることはありますので、まあ英文和訳演習の中級編までやっておきましょう。上級まではいらないかとは思いますが、基礎と中級は両方いるかとは思います。以上が英語3つの勉強となります。